こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ買える40代の大人の定番夏服5000というテーマでお届けしたいと思っています。まあ、6月というと初夏からですね、梅雨にかけて、まあ、季節が移行するようなタイミングかなと思うんですが、まあ、アパレルの世界では今ですね、夏物がまさに店頭に並んでいるタイミングで、このタイミングに買うのが、まあ、すごくいいのかなと思います。バリエーションもたくさんありますし、まあ、ここから先ですね、6月後半から7月になってくるとバーゲンセールになったりするので、そうなるとサイズ切れが起きたりするので、まあ、その前にゆとりを持ってですね、夏服を買い揃えるのがいいかなということで、今回は、まあ、定番的なものですね、トレンド感に振ったものではなくて、大人の男性が定番的に着れて、でもその中にちょっと今のトレンド感もほんのり漂うような、そんなアイテムをですね、皆さんに5つご紹介したいなと思っていますので、ぜひですね、今回の動画参考にしながら夏服選びをしていただければなというふうに思っています。どのアイテムを見てもですね、定番的なので今年も使えますし、また来年以降ですね、まあ、3年ぐらいは使えるんじゃないのかなと思います。どんなに定番的でベーシックなアイテムであっても、やはり3年を超えてくるとそれなりに洋服自体もくたびれてきますし、緩やかにトレンドも変化しますので、ちょっと旬な感じが漂わないなということもあったですので、まあ、3年をめどにですね、使っていただけるようなアイテムをご紹介したいなと思いますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、大人の男性におすすめの定番的な夏服を皆さんにご紹介したいなと思ってですが、まず一つ目はですね、僕が今着てるような半袖のシャツですね。これは大人の男性の定番的な夏服として1枚は持っておいた方がいいんじゃないのかなと思っています。具体的におすすめしたいのが、グリーンレーベルのコットンシルクボイルダブルパッチポケットシャツですね。僕が今着てるこちらがほぼほぼ近いかなと思うんですね。というのも、皆さんこちらちょっと見覚えがあるかなと思うんですね。というのも、実はですね、こちら去年コラボレーションして作ったシャツのほぼほぼ同じバージョンとして、今年グリーンレーベルさんでも取り扱いがあってですね、まあ、やっぱり使い勝手がすごくいいなと思ったんですよね。まあ、今季コラボレーションしてるシャツなんですが、こちらのオリーブ色ということで、これも仕上がりがめちゃくちゃいいので引き続きおすすめしたいんですが、こちらはトレンド感があって、おしゃれ初級者の方から、まあ、中級者の方まで結構好んで着ていただけるような、そんな色合いに仕上がってるかなと思うんですが、一方で定番的で清涼感があって使い勝手がいい色としては、やっぱりこのようなブルー系の色合いですね。表記はロイヤルという形で、ちょっとブルーよりも色が濃いめのですね、鮮やかな色味になってるんですが、これは使い勝手がめちゃくちゃ良かったです。僕もですね、昨年着倒したんですけども、やっぱりですね、この色合いというのは女性から褒められることが多かったですね。ブルーという色のですね、清涼感だとか爽やかさというところは、やっぱりですね、大人の男性にはハマりがいいかなと思うので、このロイヤルブルーの半袖シャツ、まあ、ぜひ改めてチェックをしていただきたいなと思っています。表面の質感はですね、少し凹凸感があってペタッとした感じにはならずに、意外とですね、シワになっても目立ちにくい感じというのが使い勝手が良かったんですね。まあ、微光沢があって上品な感じも伝わりますし、サイズ感は少しゆったりめではあります。袖だけはやや長くて、身幅も少しだけゆったりしてるんですが、決して大きすぎるようなバランスではないので、このあたりがグリーンレベルさんらしい定番とトレンドのうまくミックスがですね、実現しているようなアイテムなのかなと思います。で、胸にはですね、蓋付きのですね、ポケットが付いていまして、このあたりもドシンプルにならないような工夫がしてあって、かなり服が好きな方にもですね、納得していただけるような、そんなアイテムになっているかなと思います。最近はこのような半袖シャツもトレンドアイテムから徐々に定番的な位置づけになってきていますが、レギュラーカラーでサイズ感たっぷりしすぎずに、なおかつ大人の男性が使いやすいようなブルー系のロイヤルですね、というところでは、このシャツは非常に使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目はですね、 T シャツですね。半袖シャツもいいんだけども、真夏になったらやっぱり半袖 T シャツじゃないとどうにも暑いっていうこともあるかなと思うので、皆さんにもですね、ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、今回いいなと思ったのが、アーバンリサーチのですね、別注久米繊維アーバンリサーチ T シャツですね。まあ、こちらがですね、なかなか良かったなと思います。定番的なホワイト、もちろんこれもいいんですが、他にはスモークネイビーですね。この色味が僕はもうドンズバで素敵だ
なと思いました。ネイビーなんだけども、ちょっと定番的な色合いではなくて、少しですねくすみ感があるようなネイビーで、グレーとネイビーを混ぜたような色合い、これがめちゃくちゃかっこいいなと思って、今回はおすすめできればなと思いました。まあ、クメ繊維という言葉自体皆さんあんまり聞いたことがないかなと思うんですが、国内の T シャツ専門の工場として創業してかなり長い歴史を持っています。クメ繊維も自社のブランドを持っていて、サイトもぜひ見ていただきたいなと思うんですが、すごく雰囲気もあって素敵な T シャツをですね今もリリースしてるんですね。まあ、そちらにアーバンリサーチが別注をかけたということで、襟ぐりはなるべくですねだらしなくならないようにちゃんと締めてですね、フィット感を高め、だけどもボディに関しては少しゆとりを出しながら、今のトレンド感というところも拾ってあるというところで、すごくバランスのいいような仕上がりになってるかなと思います。サイズ感は1万駅で着てもタイトになりすぎないような少しゆとりがあるんですが、だけどもこの上にシャツだとかジャケットを着ても様になるような、そんなに大きすぎるようなシルエットではないので、まさに僕たち大人世代の定番的な T シャツとしては使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、最近はかなりワイドめの T シャツも増えていて、腕の関節よりもだいぶ長めのもの、身幅もかなりたっぷりめのものも多かったりするんですが、その中でもこちらは大人世代にも似合いやすいようなちょいゆるサイズぐらいのバランスがかなり使い勝手がいいかなと思います。まあ、T シャツの専業ブランドとして有名なクメ繊維とアーバンリサーチのトレンド感というところがうまくミックスしたような、そんなこの T シャツはかなり使い勝手がいいので、スモークネイビーもしくはホワイト、このあたりをですねぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、ポロシャツですね。これも大人世代には欠かせないアイテムかなと思います。まあ、なんだかんだで襟がついていて半袖で定番的な魅力があるので、皆さんもですね夏場になると愛用される方が多いかなと思います。ただこのポロシャツ選びってなかなか難しくて、まあ、従来のポロシャツのイメージってどうしてもですねおじさんっぽくてあまりスタイリッシュなイメージがなかったりするので、まあ、どういった色でどういったデザインのものを選ぶのか、これすごく重要になってくるんですが、今回お勧めしたいのがナヌユニバースのバイオポンチポロシャツですね。こちら色の展開が3色になってまして、まあ一押しはブラックですね。シャープなブラックがなんだかんだで使いやすいのと、あとはネイビーだとかダークグリーンですね、このあたりの色も発色が綺麗なので選んでみるのはすごくいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ポロシャツというといろんなブランドから出していて、そういえば先日のですねグリーンレベルさんとのコラボでも皆さんにご紹介しましたが、まあ、このようなですねスキッパータイプのポロシャツ、これがですねトレンド感満載のまさに今年着たいポロシャツとしては一押しなんですね。襟の前立て部分のボタンがなくて、このあたりが今っぽくて使いやすいんですが、もうちょっと定番的でベーシックなものを着たいという方は、まあ、ナノユニバースのポロシャツが使い勝手がいいかなと思います。こちらは数年前に購入したものなんですが、なんだかんだで使いやすくて、僕のクローゼットの中に今もですね定番として置いてあるものなんですね。結構ナノユニバースのポロシャツって僕はですね数あるブランドの中でもすごく安定感があっていいなと思うんですが、サイズ感は決してこうゆったりすぎるようなバランスではなくて、ジャストサイズより少し緩めぐらいな感じなんですね。このあたりのアプローチがナノユニバースはすごく上手かなと思います。襟の形を見ていただくと、コンパクトなレギュラーカラーになっていまして、前立て部分にはボタンがしっかりとついています。だけどもこれ肥沃になっていまして、ボタンを閉めるとボタンが見えないようになってるんですね。このあたりに上品さが感じられるかなと思います。第一ボタン開けて第二ボタンは閉める、こんな着こなしがバランスがいいかなと思うんですが、生地にもですね微光沢が漂っていて上品さも感じられますし、汗じみが目立ちにくいような加工をしてあるので、汗っかきの方でも安心して着れるというところ、このあたりの機能性だとか日常に寄り添った商品作りというところが意外とナノユニバースって強かったりするので、まあ、そういった安心感も含めてこちらは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。個人的にはシャープに見せるためにブラックのポロシャツを選んで、ボトムスはブラックではなくてグレー系ですね、ミディアムグレーぐらいのパンツを合わせてもらうと非常にバランスがいいかなと思うので、ぜひですね大人の男性のおじさんっぽくならないポロシャツとして、こちらのナノユニバースのポロはチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスなんですが、まあ僕のですね動画の中で圧倒的によく出てくるのがブラック系のイージーパンツなんですけども、これはこれで夏場でも良くて僕もよく履いてるんですが、やっぱりですねちょっと暑苦しく見えるのも事実なので、もしですね大人の男性が夏に履くパンツとしておすすめするのであれば、僕はですねグレー系が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。
ここでおすすめしたいのがグローバルワークのアーバンスラックスエアーですね。カラー展開がめちゃくちゃ豊富なんですけども、その中でもグレーの15というやつですね。これがなかなか色合いも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、グレーといっても明るいグレーからチャコールグレーと呼ばれるような黒に近いグレーまでかなり色の幅は広いんですけども、今回こちらのグレーは明るすぎず濃すぎないような適度なグレーとして使い勝手がすごくいいなと思ったんですね。濃すぎるグレーだと夏らしさはあまり出ないですし、明るいグレーだと失敗するとちょっとチープさが出たりだとか意外と合わせるのが難しかったりするので、僕はですね、濃すぎず明るすぎないグレーってすごく使い勝手がいいかなと思うんですが、意外と探すと見つかりづらいんですね。まさにこのアーバンスラックスエアのグレーは僕がイメージする夏に適したグレーのど真ん中なので、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。あと今回のテーマなんですが、大人の定番的な夏服というところで、シルエットはあまり太すぎるものではなくて適度にフィット感があるんだけども、大人っぽい上品なシルエットでありつつもビタビタに細すぎないものがいいなということで、今回はアーバンスラックスエアーをですね、選出させていただきました。アーバンスラックスというのはもう皆さんもご存知だと思いますし、僕の動画の中でも何度も何度もご紹介してきましたが、シルエットは結構細身なんですね。なので今っぽいボトムスというよりは定番的な位置づけになってくるかなと思うんですが、そのアーバンスラックスの夏バージョンとしてのアーバンスラックスエアーということで、実はシルエットに少し違いがありまして、特にヒップ周りですね、ここ数値を比べるとちょっとこのエアータイプの方がゆとりがあるような設計になってですね、夏場だとあまりにタイトすぎるとですね、風の通り抜けが良くないので結構厚く感じてしまうので、このあたりはスマートなシルエットをちゃんと担保しつつも夏向けの程よいゆとり感がプラスされてるので、すごくバランスがいいような設計になってるかなと思います。素材の雰囲気はサマーウールのような上品なスラックス調の見え方しつつも、ストレッチが効いてたりだとかマシンウォッシャブル仕様になってたりだとか、このあたりの扱いやすさも含めてやっぱり大手ならではの魅力が存分にですね、詰まった一本になってるかなと思います。先ほどご紹介したグリーンレーベルのロイヤルブルーの半袖シャツにも合いますし、アーバンリサーチのクメ繊維とコラボレーションして作っているホワイトの T シャツだとか、ちょっとスモークがかったネイビーの T シャツとも相性抜群です。あとはナノユニバースのブラックのポロシャツとグレーのこのパンツもめちゃくちゃ相性がいいので、今回ご紹介したアイテムを全て包み込んでくれるような、もう最高のですね、使い勝手の良さをですね、実現してくれるのがこの一本なので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、足元ですね。夏の大人の定番靴は何かというところで、白レザースニーカーでまとめると、またそれかよという形でですね、僕自身もワクワク感もないし、皆さんもですね、さすがにそれはもう知ってるよとなってしまうので、まあ、今回はサンダルでいきたいなと思うんですが、まあ、僕の動画の中では様々なサンダルを皆さんにご紹介してるかなと思います。トレンド感の強い一足としては、このようなグルカサンダルですね。もう間違いのない選択なんですが、未だにですね、このデザインにしっくりこないなとか、まだハードル高いよなと思っている方も決して少なくないかなと思うんですね。まあ何を隠そう、僕自身もグルカサンダルを履いて事務所まで今日来たわけなんですが、一緒に歩いてた奥さんがなんかやっぱり見慣れないというふうに言ってたので、まあグルカサンダルがやっぱりしっくりこない方もいらっしゃるかなと思います。トレンド感があって僕自身は大好きなんですが、やや初級者向けのアイテムではないかなと思います。じゃあこういったキーンのユニークとかどうなのかというと、これまたですね、トレンド感のあるアイテムとして登場してから数年経ってるので、だいぶ見慣れてるかなと思うんですが、世の中の多くの男性の感覚と僕たちファッションバカの感覚というのはかなりずれていまして、まだまだこれも見慣れないという方もいらっしゃるかなと思うんですね。僕はこの2つガンガン使いたいなと思うんですが、まあそんな時に使い勝手がいいサンダルとして皆さんにご紹介したいのは、僕も愛用しているビルケンシュトックのサンダルですね。このあたりは僕たち30代40代の世代の男性からしても長年定番としても君臨しているようなサンダルブランドなので、安心感はあるんじゃないのかなと思います。で、僕が愛用しているビルケンシュトックのサンダルはチューリヒというモデルなんですね。
これはビルケンシュトックのサンダルの中でもやや癖あり系なので、ちょっと難易度高いなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですね。甲の部分には2つのバックルがついていまして、少しエッジが効いたデザインになっています。今季結構ですね、いろんなショップでチューリヒはですね押しているので、まあ、ぜひ皆さんにもですねご紹介したいなと思ったんですが、まあ、もしもうちょっと定番的なものがいいなという方はこちらですね、アリゾナというモデルがあります。これもまたですね、僕は日常的に使ってまして、 EVA というですね素材のものは割とですねライトで使い勝手が良くて、水なんかに濡れてもいいので、ワンマイルウェアと合わせたりだとか、あとは海だとか川に遊びに行く時なんかも、僕はこちらのアリゾナの EVA よく使ってるんですが、通常のタイプのアリゾナもすごく使い勝手がいいので、このあたりはお好みで選んでいただきたいなと思っています。今回ご紹介したスタイルですね、半袖のシャツにも T シャツにもポロシャツにも意外とですね、ビルケンシュトックのサンダルはハマりがいいので、一足あれば着こなしが成立するという意味では最強のサンダルかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の定番的な夏服として具体的に5つのアイテムをご紹介させていただきました。まあ、正直ですね、この5点を組み合わせればかなりいろんなスタイルが組めるかなと思います。まあ、ボトムスはアーバンスラックスエアーの1本だけなんですが、これ固定したとしてもトップスですね、 T シャツ1枚のスタイルがあったりだとか、ちょっと小綺麗なポロシャツがあることでも印象変わって、あとは T シャツと半袖のシャツですね、このあたりを組み合わせることでだいぶ見え方が変わるので、結構この5点だけでも様々なスタイリングが楽しめるかなと思います。そこに合わせて今までご紹介してきたブラック系のイージーパンツ使えばさらに幅が広がりますし、トレンド感の漂うようなホワイトだとかオフホワイトのパンツですね、先日グリーンレベルさんとのコラボでご紹介したオフホワイトのパンツですね、このあたりを使うのもいいと思いますし、皆さんがすでにお持ちのモードを組み合わせるだけでだいぶですね夏の着こなしは補完できるかなと思うので、ぜひ皆さん今回の動画参考にしながら夏の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、今回の動画は割とセレクトショップのオリジナルが多かったかなと思うんですが、このようなテイストっていうのは普段の僕の動画というよりはもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方向に割と近いのかなと思います。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとは〇〇専門ブランドだとか、そのあたりを中心に皆さんにアイテムをご紹介しています。週に3本のオリジナルの動画と、あとは週に1回ですねライブ配信やってですね、これが結構楽しくて、僕のあらゆる仕事の中で実はですねメンバーシップのライブが一番好きなんですよね。皆さんからいただいたご質問に生でですね回答してるので、皆さんと一緒にワイワイ楽しめるような空間になってますので、まあ、ぜひ皆さんもですね気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうのもやってるんですね。こちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をもうリアルタイムでガンガンにですね解説をしてるんですね。僕も毎日投稿していて、まあ大体1日2回ぐらい投稿しています。僕のあらゆるコンテンツの中で最速で気になるものをどんどんご紹介してるんですね。まあ、僕以外の専門家の方も記事書いてくれていますし、あとは参加してる皆さんもですね気軽に記事を書くことができて、こんなもの買いましたとか、こんなもん探してるんですけど皆さんなんかアイデアくださいだとか、まあそんな記事が溢れていまして、まあおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。